国内の空港の検疫で新たに10歳未満から50代の男女13人が新型コロナのオミクロン株に感染していたことが確認されたと厚労省が発表しました。この13人がアメリカやイギリスなどに滞在歴があり、今月10日から14日までに羽田空港と成田空港に到着していました。